はよう。あ、こちらこそ。手並べありがとうございました。おはよう。手並べね。今日も朝から並べてました。眠いです。今日は。勉強の日ですね。昨日ね、聞き逃しで自分のチリパをちゃんと聞いたんですけど面白かったですね。皆さんは昨日ね、のびちゃんチリパはみんな聞いてねって言ったんですけど、聞きましたか？皆さん本当に雨の中、今日の公演と打ち上げ祭に来てくださる方、本当にありがとうございます。大変だと思いますが、公演自体はとても楽しくなると思いますので、どうか雨だから行かないっていうのは見てください。お待ちしております。皆さんが来るのオプションを楽しみにお待ちしております。ごきげんよう。Happen, baby, no smile. Oh my god. I'm smiling. I'm so happy. Please come.
7列目だ。セタ祭は打ち上げ祭はって来たから、じゃあセタ祭は、あ、打ち上げ祭だけだった。ピン、あ、いやいやいや、いやいやいや、当日券もありますので、あの、ぜひお越しください。お待ちしております。時短祭は7分、仕事頑張って、2人後じゃないんだ、公演頑張るね、ありがとう、頑張れ、ファイトだよ、おはよう。梅雨入りしたのでほぼ毎日雨、私の髪は爆発しやすい時期です。ボバエに出て行きます。お見送りになりますよ。オッケー、おはよう、やっほ、今日間に合った、うん、だね、そうなんだよ、ほほいのちゃん、チワワみたいに、え、姉さんって呼んでますね、ゆきさんとか姉さんです、ゆき姉さん、ゆき姉さんって呼んだ方がいいのかね、アイコ姉さんとかって呼んでたりするから、ゆき姉さんだと、どっちがどっちか分かりやすい、うん、傷つくなぁ、雨降ってなくてもって、結構サラサラだと思うんだけど、落ち着いたし、うん、うん、ナビの努力をちゃんと見てくれ。うん。あ、大雨の日に見えないよね。うん。座布団持参、おお、オッケーオッケー、お待ちしております、出るよ、ありがとう、のぴさんね、実はね、つい最近お話し会の前々日ぐらいに髪を切ったんですよ。で、髪を切ったって、あの、言ってくださる方がね、一人だけでした。そう、あの、ここぐらいまであったんですけど、これからガッて切りました。ヘビの、まあ、みんな気づいてたよとか言うんでしょ。いつ見ても可愛い、ありがとう、そんなんだ、ありがとう、
あ、正直でよろしい。いや、だってお話し会来なかったんだもん。そうなんよ、ちょっとね、短くしました。でもね、分かりにくい。あの、結構あの、分かる人は分かる。分からないよ、私も気づく自信あんまないわ。いつ来たの？お話し会の前々日くらいに切りました。ダメだよ、ウルトピオネ、そんなこと言っちゃみんな真似しちゃうでしょ。そう、確かにね、あれの可愛くなった、可愛くなった、可愛くなかったみたいな。おはよう、ピン。7日だっけ。あー、その時か。え、マジ？うそ。聞いてくれてた？まだね、髪切ってなかった時です。なんかいつもと雰囲気違うっていうのも必殺技ですよね。のっちゃんはあかりんさんの次にメイク変えたとかって分かる人かもしれません。なんかあの、アイシャドウ変えましたとか、あのリップ変えましたって、そう、チーク変えましたとか、髪切られました、それもね言います。そう、それが無駄なの？でも雰囲気変わったねが、雰囲気変わったとか、それが一番無難かもです。なんか綺麗になったねだと、なんかえみたいな、前まではみたいな感じになっちゃうから、雰囲気変わったねが一番無難です。15分経ったのでちょっと気まずい配信終わります。こちらもですね。いや、綺麗と可愛いをどちらも揃ってナナピちゃんが可愛いってなるね、嬉しいから、それが一番。今日も美人さんですね。お世辞、お世辞って言っちゃダメ。まあ本当にそれ本心なんだろう。言わせてみて。よしよし、えらいえらい。じゃあね。
チェッピーさん的ありがとうございます。チェッピーズアリさん的ありがとう。エレベティーズシュークさんありがとう。テニーズモミちゃんさんありがとうございます。ナイチチミキャさんありがとう。エイイズハットツキューさんありがとうございます。セブニーズユズキチさんありがとう。セッキーズ中ちゃんさんありがとうございます。フィフィーズテンパイヤさんありがとう。フォーイズマルトマちゃんさんありがとうございます。セッキーズウラビさんだけありがとう。セカンドイズピピピトマトさんありがとうございます。フリスティースのずみおこさんおめでとうございます。そしてありがとうございます。パチパチありがとう。伝えたくてあなたのドゥ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 ラドゥ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 。ありがとう。こちらこそ行ってきまーす。バイバイキン。朝からテンション。いってらっしゃい。みんなもいってらっしゃい。お待ちしております。またねー。